音声は誰？音声は飛び飛びなんですよね。飛び飛び？あ、だいぶ声出てきました。今日はちょっと視聴者さん、じゃあ勘弁してもらおう。音声が悪いんで、これスマホでやってるから今日は。今日は、まっちゃん、一人ですか、まっちゃんは。これ一人でちょっと整備しに。はいはいはい。ちょっと今日はじゃあ、そんな感じかだけちょっと。はい。ここな、アイちゃん。こんな感じ。これマリーナ。はいはい。これ前言ったこと一回だけありましたよね。いや、ないよ。ないっけ？あれ？これ、北か、北っこ。あー、まだないのか。いいな、がこんな感じで。うん。こう、こういう感じか。おー、これ大阪の、マリーナだから、大阪だからまた違ったところなのね。こういう感じかな。はい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 。で、これが、おお、整備中。整備中の買ったやつですね。なるほど。ちょっとスマホが転がって落ちていきそうやけど。怖い。あのなんか棒みたいなやつあったらええねんけど。ああ、三脚棒みたいな。それは今日持ってきてないんですか？こんな感じ。そんな持ってないね、俺そんなの。そもそも。ああ、そっか。これと、こっちがこんな感じかな。はいはいはい。いいっすね、いいっすね。こういう。感じかな。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ぐるーっと回って、今、エンジンちょっと修理中みたいな。こんな感じかな。修理、今、修理してるんですか、まっちゃんが、エンジンを。うん、修理してんねんけど、手こずってます。あ、もうですから、まっちゃん自身が修理してるんですね。うちのね、死んだ親父整備士やったんやな、船のな、機関車。あ、そうなんですね。生きててくれたらよかったけどね。ああ、そうですね。こんな感じで、音も音声も画像も大丈夫かな、これ。大丈夫です、大丈夫です。いいですね、なんか、今日はちょっと。キャンプしてそうでいいじゃないですか、すごく雰囲気。あ、いいですね、いいですね。今日はちょっと外から行きましょうと。あ、いい、素晴らしい、素晴らしい。おっさん、ちょっと待って、あれ。お前、ちょっと今日は、なんか、ええ格好しすぎろ、みたいな。まあ、先日はね、先日はお金の話だったり、だから、静かな話、したんの話しましたけど。今日は全然雰囲気が変わりましたね。よし、ちょっと待ってよ。はい。これぐらい、この感じ、これぐらいで、これ、太陽ね、ちょっと、すごい。はい。あれでも見えますよ、大丈夫ですよ。はい。見えてる？じゃあ、行きましょう、今日。はい、よろしくお願いします。はい。はい、お願いします。1週間経ちましたね。早いね。今日何日？はい、今日は9月、約5月の、9ですね。9です。9です。はい。5月の9日。9日。そうですね。早いね。もう早いですね。これで5月もあと20日。もう3分の1過ぎて。はい。あ、で、アメリカが、はい、6月からすごいことになるんでね、皆さん。みたいな。大爆発しますよ、アメリカこれからみたいな。もう、で、はい、なんだっけ、シルバーゲート銀行から始まって、はい、シグネチャー銀行、で、はい、あと、何やったっけ、この間、シリコンバレー銀行か、はい、で、ファーストリパブリック銀行か、はい、ここら辺だけでもう、あの、リーマンショックって2008年やったっけ？リーマンショックは2008年。あの時がね、はい。あの時が、地方銀行がね、25個ぐらい、はい。破綻してるんですよ。うん。2008年かな。で、はい、その翌年の2009年、はい。が、銀行の破綻が全部で170個ぐらいやったんですよ。はいはいはい。うん、で、まあ、その2008年の25個破綻した時の、はい。資産規模より、今、この3つの銀行だけで、はるかに資産規模大きいと、破綻規模は。はいはいはい。だから、結構でかいやつが潰れてるってことだな、破綻してるってことですよね。うん。で、まあ、今年と来年か。音声大丈夫かな、アイちゃん。はい、聞こえてます。大丈夫です。来年が、さらにまた、アメリカの銀行は破綻していきますよと、はいはいはい、いうこと。だからまあ今年と来年がまあ大きなドルが崩壊する山場ということと、はい、あとまあこの間も言ったかな、カリフォルニア、ごめんなさい、テキサスか、はい、テキサスが金と銀、シルバーとゴールドを裏付けにした
通貨を9月に、はい、もうなんていうかな、その、カリフォルニア、テキサス州でもう法案は通ったんですよね。はい、なんで、シルバーとゴールドを裏付けにしたデジタル通貨と、はい、1対1交換比率のデジタル通貨が9月に、登場してきますと、はい、で多分これが新しいアメリカドルになるんかなと思ってるんですよ。なるほど、うんうん、だからテキサスの次はフロリダとかいわゆる共和党陣営の方ですよね、はいはい、そっちの方が新しい通貨へ移行していって、古いドルは紙くずというようになるですね、はい、でまああとまあ日銀か、これはあの新しい総裁誰だっけ、上田さんやったっけね、あの人が まだ金融緩和継続すると、うん、まあ多少利上げはしていくんでしょうけど、まだジャブ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 やりますよということは、アメリカを支えてるのが世界で日銀だけというような形になってきたんですね、うん、まあそんな形ですよ。なんでまあ日本はもう少しあと来年かな、来年の2024年の3月か4月かちょっと分かんないんですけど、そこら辺に新円切り替えがありますよね、新札に切り替わりますよね、うんうん、あの辺のタイミングでまあ古い円と新しい円が入れ替わっていくってことやと思いますよ、うん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 、まあそんな感じなんで西側大崩壊みたいな感じにいよいよなってきたと。まあこれ大勢やな、はい、ここら辺がこの夏ですよ、はいはいはい、うん、アメリカは大変なことになると思いますみたいな、という状況ですね、まあ、今のところ世の中ぐる世界ぐるっと見渡すとそんな感じですよね。でまあ、はい、本当東側はもう東側というかブリックス、はい、ブリックス側、あれもブリックスに私たちも参加したいですっていう国々がまた14、15ぐらいの国が待ってるんで、うんうん、もうみんなでドルから離れていきました、うん、もう崩壊するドルとは付き合いきれませんと、うん、いうことで、それとあとまあ追加になりますけど、その NATO が、はい、NATO が日本にその事務所じゃないと、なんか NATO に NATO を日本に置くぞみたいなことやってるはないわな、うん、新しい事務所ね。NATO って北大西洋条約機構はなんで日本に来んのよみたいな何の関係もないやろみたいな感じなんですけど、うん、結局もう NATO もここ日本に逃げ込んでくると、うん、そういうことなんですよ。要は、うん、あの日本で横田基地か、はい、スマホが、はい、温度が上がりすぎたので使えません温度の方か暑すぎる、暑すぎると。室内は室内大丈夫ですか？今中入ってきました。中は大丈夫かな。中に避難してきましたみたいな。はい、はい、じゃあ仕切り直しで、な、何やったっけ話の中でこれ、な、 NATO な、 NATO、 NATO、 どうどうどう、 NATO がなんで日本に送るのかみたいな話です、ね、そう、 NATO が横田基地に逃げてきますみたいな感じですよ、はいはい、でね、結局トランプさんが言ってたように日本は最後だっていうのがこういうことやわな。はい、うん、だから要は、国際金融資本というか、まあ金儲けのために、はい、武器売ったり戦争させたり、はい、ことばっかりやってる連中な、はい、あれが日本に大集結みたいなことになってきてるわけよこれ。で、はい、日本に逃げると。そうそう、で最後は日本円で吹っ飛ばすと、うーん、うん、要はドルもユーロも日本円逃げてきますと、でそれをいっぺんに日本で最後吹っ飛ばしますよっていう感じだと思うんですよね。でまあこれね、ほら世の中でよくグレートリセットって言うじゃないですか、はい、でねあれね、グレートリセットって結局はそのなんていうかな、人々に恐怖と不安ですわな、はいはいはい、よく言ってる、疫病からワクチンから全部ひっくるめてね、うん、戦争から、はいはい、恐怖と不安を煽って世の中を混乱させると、うん、で混乱させた後に、私たちが神ですよ、私たちが救いましょうみたいな、うん、いうことをやって出てきてな、登場して、うん、で世界統一とか、うん、世界統一通貨とかな、うん、あれで縛り上げると変なルールでな、うんうん、それをやろうとしとってんけど、なんかスーパーグレートリセットにひっくり返されてますみたいなことなんです、うん、これ今回は。だから要はなんていうかな、恐怖と不安で人々を縛ってコントロールして、統一通貨でまたさらに巻き上げて、でルールも変更して、なんていうかな、世界中総奴隷化みたいなことが失敗していくっていうことですよこれ今回は。うん、だからまあ本当多極化っていうか、バラバラになるっていうか、うん、要は中央集権っていうか、そういうなんていうかな、上から、大きな上からピラミッドの頂点から、うん、なんていうかな、人々をコントロールするとか、そういうものが崩れていきますっていうことなんです。うん、
だからもうやっぱり自分たちでやっていかないといけないのえねえっていう感じで、テキサスなんかは自分たちの通貨を発行すると、まあ例えば日本やったらね、そのなんだっけ、奈良県とか、はいはい、まあ愛知県でも、要は愛知県、私たちも日本円使うのやめて自分たちで通貨発行しますみたいな、そういうことが起こっていってるわけな。はい、まあ大きな流れとしてはそんな感じです。順調にいってますと、はい、なんか爽やかに何やってるけどみたいな。いや順調に順調にいって、みんなハッピーになるのかなというふうな状態ですかね。本当ハッピーっていうより、だからガラガラポンですよ。だから、はい、ハッピーっていうか、自分の力とか自分たちの力で今度は作っていくっていうことですよ、はい。うん、だから、いいですね。うん、そう、だから中央からこれをしなさいとか、あれをしなさいとか、こういうルールを、こういうルールでいきなさいとか、はい、ああいう利権構造ですよ。いや、利権構造とかなくて、うん、単純に自分たちが意識的にできるってことですね。そう、だから要は、国からお金もらう、うん、お金とか、ね、はい、この動画通貨やな。通貨です。昨日、先生が言った。補助金とかなんだかんだ、はい、利権とか通貨を引っ張り出して、はい、やってるような仕事って世の中いっぱいあるじゃないですか。はいはい、ありますね。はい。あれがもうことごとくダメになっていくってことですね。はい。通貨の概念がダメになってくるね。そう、だからまあ前、この動画でいつも言ってる依存とかな。うん。うん。ああいう、なんていうかな、何かにこう依存するっていうのがもうなかなか難しい時代になってくるってことですよ。うん。自分の地に足つけて生きていきますと。で、はいはい、そういう力強い人たちがこう集まって一緒にやっていきましょうみたいな感じになるってことですよ。うん、まあそんな感じですよ。はい。はいはい。わかりました。で、今日は何、愛ちゃんテーマ。途中ですね。そうですね。いろいろと、なんだろうね、テーマの中で、僕の中でもいろいろと考えていて、で、まっちゃんから聞いて、うん、今日も船のところで、まあ、観光業とかそういう話もですね。まあ、したいなと思ってるんだから、うん、一番僕の中で注目してるのは、ニュースを読んでて感じたのは、コロナとかはもう、まあ、社会、先言ったように、社会にとっての要は、恐怖がコロナじゃないですか。うん、で、恐怖を持って人が来なくなってます。で、まあ、それはもうだいぶ今日の恐怖もいいんじゃないかということでなくなってきて、海外の観光の人とか、いっぱい来てるわけですよ、日本に。で、3月で182万人、超えてるらしいんですね。で、3月ということ、いつから、今年の3月は180万人を急増してるということなんですけど。ということは、かける4で、死にが8、800万人ぐらいは、うん、そうなんです。結構来るらしい、来てるらしいんですよ。で、うん、その中で、やっぱりその今日話にしたいのは、まあ、日本が観光のメインになる魅力。で、魅力というのはどんなところなのか、それと、なぜそもそも海外の観光じゃなく、日本にこだわることがみんな多いのか、っていうことをですね、うん、まあ、せっかくの、船の上にもいるので、話をしたいなというふうに思ってます。で、やっぱり僕の中では、やっぱりなんで日本が、まあ、ここまで来るのかなって言ったら、やっぱり安全なところっていうのが一番大きいのかなっていうのは、まあ、自分の中の答えとしては一つあるんですけど、うん、まっちゃんから見てとかどう思いますかね、これって。うん、まあね、まあ世界はもう完全にそのコロナ終わりと、はい、うん、で、まあ、まあ次行きましょうっていう感じですよね。はい、で、まあね、ただ円安対ドルでね、はいはい、うん、対ユーロ、対ユーロではそう変わってないですけど、まあオーストラリアドルにも少し若干円安っていうのもあるんですけど、まあ特に米ドルやかな、これに対して日本円が非常に安いと、まあ、日本円が安いっていうよりはドルが勝手に高鳴っていってるだけなんやけどみたいな、まあだから為替っていうのも多少あるとったりすると思うんですよ。で、そもそも日本ってその物価自体が全然伸びてないんで、まあまあ安いのねっていう感覚はあると思うんですよね。これはあると思うんです。ただまあまあインフレに伴って日本のその物価そのものが上がってきたりね、はい、でいくとこがその時が本当の何て言うかな、実力というか観光、はい、日本の観光の魅力の何て言うかな、その力っていうかな、日本の観光の力っていうのは そこで試されると思うんやけどね、今のところはまあ、はい、円が安いっていうのはあると思うよな。で、はいはい、
まあ、さっき愛ちゃんが言ってたように、やっぱりね、治安がいいとかな。はいはいはい、はい。清潔とか。はいはい。で、やっぱり人が親切。うん、まあ、安全親切そうですよね。うん、もう本当、安全親切、食べ物おいしい。おいしい。まあまあ、三大欲求は全部満たされますね、日本でね。まあ、こんな感じになっちゃうんかなと思うよ、単純に。で、まあね、これから、そのさっきの、あの、今回の冒頭でお話したように、ドルが崩れていくっていうことなんで、はい、アメリカ経済が崩れていくってことですわな。あ、はい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 、でともそれに伴って、米軍とかな、はいはいはい、要はアメリカの統治の力ですわな、はいはいはい、うん、支配力、これが弱まっていくっていうか、もう崩れていくわけよな。だから、まあ、中国もアメリカもヨーロッパもそうなんですけど、やっぱね、治安は悪くなっていくんですよ。要はもうその根本的な土台が崩れていくんで、ガタガタガタ、はい、やっぱ奪い合いみたいなことが始まっていくわけ。ああ、まあそうですね、一回気づいたものが白紙になるわけですからね。もう奪い合い取り合いが始まるわけよな、うん、はいはいはい。日本の場合は結構そのドルが崩れようが円が崩れようがみんなしらーっとした感じで、うん、まあしょうがないよね、まあ次行きましょうかみたいな感じになっていくと思う。切り替えがうまいからね、日本もね、暴動も大きいんしな。うん、でまあ気づいてない人も気づいた時には、あ、終わってましたねみたいな。だからもうね、世界の中でダントツに治安がいいんですよ、日本とは。はっきり言って、うん、もうぶっちぎりなんですよ。うん、ぶっちぎりなんですね。もう今までもそうやったけど、これから特にそんな感じになると、世界中が治安悪くなっていくんでな。うんうんうん、で、まあ旅観光にしても、やっぱ日本行こうかとか、まあ、はい、で、来たついでに、なんかいいとこ、こんな治安いいんやったら住み着こうかみたいな人もいっぱい出てきたりする人も多いな。で、まあそこへ不動産、土地にしても安いと来たもんですから、はい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 、まあこれから移住してくる人増えると思うよ、はっきり。はい、なるほど。うん。うんうん、と思うわ。で、じゃあ外国人が日本に住んだから治安悪なんのかって、多少そういうこともあったりすると思うんやけど、日本語を使ったり日本の文化の中で生活してると結構な、おとなしくなってくる。外人もこういう結構があるわけよ。はいはいはい、本当日本ってそういうとこなんですよ、はいはい、唯一世界でなんか変わったとこなんですよ、うん、どんどんみんな浄化されていくっていうね。そう、なんかね、日本語たどたどしい日本語を使ってるとね、なんかいつの間にか日本人っぽくなっていくので。あんまりそのゴーゴー言わなくなるってことですね。そう、あんまり騒がんようになってくるわけな。おとなしくなってくるってことね。2、3年も俺はね、2、3年住んでると、だんだんみんなそんな感じで、馴染んでくる。なってくるという。なるほど。強制っていうかな、協調っていうか、はい、そういう感じで。協調性があるからね。うん。で、まあ、何やったっけ、テーマ。欲だったりとか、海外観光じゃなくて日本なのかなってところが一番のテーマなんですよ。だから結局今回って、まあ、あのいいこと、まあね、この間までずっと下がりっぱなしっていうのは暗いことも話してたんで、今日はみんなにとって明るいことというか、観光客がいっぱいどんどん増えていって、もう上り調子になってきますよと。要は海外が、まあ、落ちになっても日本は変わりませんよっていう話をしていきたいと思っていて、うん、まあだから観光だけに限らず、うん、これからの日本の新しい産業、うんうんうん、にしてもそうなんですけどね、やっぱ土台は人なんですよ。まあ人ですよね。これ前ちゃんの動画でも何度も言ってます、うん、人だっていうのはね。人の質なんですよ、やっぱり、最後は。そうですね、うん、心のあり方だったよね。うん。うん、心のあり方であったりとか、我々が知らず知らずの間に、その身についてる、うん、なんていうんかな、その、どう言ったらいいんかな、何か大きいものに頼らなくても、自分たちで、うん、地味にやっていくとか、こう、はい、うん、自分たちでこま、うん、ちっちゃいものからでいいんで作り上げていくみたいな、我慢強さみたいなやつとか、はいはいはい、で、まあ、美的感覚やわな、これ。美的感覚、はい。あ、うん、これはもう言葉にできへんような、なんかこう、自然の中にあるものを取り入れる美的感覚みたいな、まあ、天とつながるみたいな感覚持ってるわけよ。だからもう、こういう言葉にできないものを外国人が日本に来て、なんかこう、そういうことをやってるのを見て、うん、うん、まあ、建造物でもそうなんですけど、やってることもそうですけど、見て、あ、こういう、うん、なんていうかな、生きていき方があるのねとか、うん、あ、こういう世の中との関わり方があるのねみたいなものを、外国人が学んでいく方になるんちゃうかな、今回これは。多分そんな気がするな。だからこれ言葉にしにくいんですよ。だから、うん、なんとも言えんこの
その雑多な雑多っていうか、こうなんかこうバタ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 してるわけでもないし、なんかこう治安が悪くてね、ゴーストタウンみたいな感じでもないんやけど、うん、静かな感じってあるじゃないですか日本で、なんか妙に、うん、まあまあまあそうね、静かな、なんとも言えんねんけどな、和はもともと静かですからね、 和とかそういうなんだろうな騒ぐイメージはないですよね日本ってね、うんうんうん、だからまあその何かそのテーマパークみたいなもんとかな、うん、あとまあたどたどしい、高級ホテルが建ったからとか、うん、あとこのマリーナの近くに今維新が頑張ってやろうとしてる IR とかな、うん、カジノとかな、そんなもんでね、そんなもんでね観光が成り立つような世界じゃないよ全然。でそういうもの求めてないと思うよ世界の人は。いやもう世界の人がそれは日本にいっぱい来ますと、来てますと、でその時に我々はどういう準備をしておけばいいんですか、うん、どういうこと。例えば、うん、いっぱい観光客が来るじゃないですか。で、僕らにとってもメリットはあるわけじゃないですか、うん、それによってね。うん、で、まあ、地球全体からもそうですし、宇宙全体からもそうだし、まあ、それを個人個人にフォーカスしたときにも、すごく、うん、メリットはあると思うんですよ。それがね、来ることによって。でも、その来ることによってメリットはあるんですけど、じゃあ、その来る人たちに対して、僕らはどういうような準備をして、提供してあげた方が良かったりとか。うん、要は、心のもので日本人が海外の人に教えるっていう風に教えるようになるとおっしゃったじゃないですか。じゃあ教える僕らからしたらどういう状態のあり方がいいのか、うん、どうかって。いやもう本当日々の生活ですよ。日々のその仕事的なもんもそうだし、はい、生活的なもんもそうやし、はい、で、うん、あとまあ なんだっけその何かなんていうかな、新しいものを作っていくもそうなんですけど、はいはい、もう本当根付いた自分たちの持ってるその文化的なもんですよ。じゃあ文化的なものっていうのはもう今のままでいいってことなんですかと思う。逆に、うんうん、もっとね戻していく方がいいと思う日本の場合。逆に前、うん、昔に戻しておいた方がいいってことね。なるほどなるほど。そうだから言ったじゃないですか、まあ、言ったかな、例えばその、はい、レストランっていうか、まあ、食事するようなお店もそうですし、はいはい、まあ、あとその他もろもろのお店も、若い人たちって今ほらなんか古いもんと新しいもんのこうミックスみたいな、ものすごいうまい、古い建物を今風にしてるみたいなな、うんうん、で古いものをこう大事にして少し今風に変えてみるみたいな、うん、ああいうことですよ、はいはい、全部が。ああ、なるほどね、今時に変えてますもんね確かにね、うん、そうそう、だからそこにその、うんうん、だまあ、うん、だからどう言ったらいいかな、何が何でも西洋的な新しいもん取り入れて前へ前へっていう感じじゃなくてね、うん、やっぱりもっと匂いのあるものとか心地いいものとかな、うんうん、そういう自分たちの持ってる本当の文化をこう、うん、一応なんていうかな、過去の歴史をこう振り返ってそれをもう一度取り入れていきましょうよそこにみたいな話になってると思いますよ、うん、日本らしさですよ。日本らしさね。なるほどね。うんうん、だってそうよ、いい、ね。我々だって外国行ったらやっぱアメリカ行ったらアメリカらしさでしょ。やっぱりね、望むもんって。はいはい、で中国行ったら中国らしさってあんまないけど、うるさいだけみたいな感じだけど。でもやっぱりその日本人としてのあり方だから、要は日本人っていうあり方だって日本昔の日本人がもう海外の人にすごく受け入れられる状態になってきてるってことですよね、時代がね。なってるんちゃうんかな。だからバブルの時ってね、うん、1980年後半から90年ぐらいの時ってね、うん、80年後半から90年代の頭、バブルが崩壊する前ってね、うん、若い人あんまり知らんと思うけどね、日本の人、おじいちゃんおばあちゃんとかおっさんおばちゃんとか団体で旅行行っとったよな、ものすごい、うん、団体で旗持ってな、うん、わわ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 言いながら行ってな、デューティーフリー、うん、免税店で買い物し、しこたま買いまくってな、わー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 言いながら買い取ったわけ、昔は。今の中国人みたいなね、うん、そう、わずか35年ぐらい前の話ですよ、うん、今の中国人、そう、中国人見て、なんかとんでもないねとかね、爆買いだとか言ってくる、あれ日本人同じことやっとったからな。今やってないですけど、昔はやってたってことですよ ね、 ロックフェラーセンタービル買いに行くとかな、はいはいはい、分からんことやっとったわけや、はいはい、まあ、それが、まあ、な経済が低迷してるっていうのもあんねんけども、まあ、はい、本当なんていうかな、うん、
その本当の元の方へもたど戻っていってるみたいな、ちゃんとした日本人になっていってますみたいな、その過程よ次今は。うん、うん、だからまあね、本当食べ物とか水とかな、うん、食べ物水で、あとは治安安全、はいはい、であとはまあおテントさん太陽だな、はい、で太陽の恵みっていうのを目いっぱい受けてるのって結構日本なんですよ意外と。そうなんですね、なるほど。世界中あっちゃこっちゃ行ってるからな俺、釣り大体わかんねえけど、うん、もうただひたすら暑いとことかな、うん、でまああとなんていうかな、あのね赤道直下のただひたすら暑いところでもね太陽の恵みってあんまないよ意外と。うん、なるほど。暑いだけで、はい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 、ね、なんていうんかな、おテントさんっていう雰囲気がないんですよ。なるほど。おお、ほんとおテントさんっていう感じこれな、ちょっとなんか一日を過ごしてる感覚ありますよね日本ってね。要は朝から始まって夜から始まって、それで季節によっての寒い暑い全部体験できるじゃないですか。やっぱそれはな、日本人らしいなと思います。日本人みたいに、だって日本くらいじゃないですか、こんなに要は季節を堪能できる国っていうのも。またうん、まあな、はい、うん、他のところってないじゃないですか、うん、それは大きいよなと思いますよね、うん、まあだからこれまあ本当東京とかな、その都心部、はい、うん、都心部だけが観光、はい、まあね、やっぱりどうしてもその、はい、国際空港、国際空港のあるところからまず入ってくるんでね、はい、外国の人も。そうですね、やっぱり その周辺っていうのは栄えていくのは栄えていく、賑やかにはなっていくんやろうけど、はい、まあ、これからのその観光旅行みたいなやつって多分な、もう地方っていうか、はい、そういうところが力入れていったらぐん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 伸びてくるような形になると思う。そうですよね、前お話してたように小さいところ小さい規模でやった方が、大きい規模じゃなくて小さい規模の方が意外と人気が出るとか、あ、言ってましたもんね、うん、なんかね。で、まあ、あとその観光旅行に関してもやっぱカスタマイズしていくっていう形になると思うよなこれからはな。あ、だから、ね、今までに決まったルート観光みたいなもんじゃなくてね、はい、あとは本当のカスタマイズだから、まあ、はい、なんていうか、ちっちゃい、はい、ファーム自然農法なんかやってるところにそのコテージなんかがあったりね、はい、あとは、まあ、無人島とかな、はい、飛行のな瀬戸内なんかでもあるわな、はいはい、そういうところにもう1、なんていうかな、1ヶ月に2組限定とかな、あー、なるほどね、3組限定とか、そういう単価の高い宿泊業とか観光業を組んで、その宿泊だけじゃなしにもっとテーマ性もこういろいろこう、うん、なんかな、まあ、テーマパーク的な感じですよね、うん、まあ大きな規模じゃなくて、はいはいはい、その元の、はい、その農作物っていうか、まあそういう、はい、なんていうか、そういうものの育て方みたいなのを学んで帰っていくとかな、はいはいはい、あとまあいい、ね、海洋資源な、日本の漁業はこういうふうにやってますとか、うん、まあ、そういう学んで帰っていく的な観光になって、うん、もう出てくるんじゃないかな、学ぶと、うん、学んで帰っていって自分の国に取り入れると、うん、そういうようなテーマ性もこれから出てくるんじゃないかな、なんかアホみたいにわーって来て買い物してわーって帰るみたいな、うん、なんじゃ、まあ、そこに探求しに来るみたいなもんですよね。そうです、そうです、うん、それがまあ我々が外国に旅行行った時にディスカバリー的なね、その秘境を見るとか、そういうところにとどまらんと思う、うん、もっと地元に根付いたその生活文化様式を取り入れ、うん、自分の国にも取り入れるために勉強するとか、うん、だからやっぱ地方がね相当頑張っていける余地もあるし、やっていかなあかんと思うんですよね。というのはあんま明るいですよね本当にね。そうだからさっき愛ちゃんが言ってた、じゃあ我々はどういうような準備しとけばいいんですか、心持ちしとけばいいんですかっていう話になってくると、うん、やっぱりその地方でその再生できないような空き家、まあなんていうかな、ちょっと寂れたようなとこだったりするわけよな、はい、でそこにやっぱりその肥えた土とか豊かな海とかな、でまあ水とかそういうものが整っていれば観光として使えると思うよな、はい、やっぱりな、はいはい、うんうん、それも今までのように何十億とか何百億かけてそのたどたどしいホテル建てるとかな、はい、一大施設作るとか、そうじゃなしに、はい、自分たちの仲間内だけでやっていけるようなやつですよ、本当、うんうん、それをまあ心地よく過ごしてもらえるような、だからもうあんまりね、そのなんていうかな、料金いただくからいい格好しないといけないみたいな、はい、そういうなんていうか大事張ったような迎え入れがないと思うわ、はい、多分。なるほど、なるほど。日本の本当の良さのスタイル知ってねみたいな感じだと思うよな。うん。うん、と思うわ、多分。はい。
そんな感じの流れ違うかな。だからあくまでその何百万人来たとか何千万人来たとかっていうそういうデータばっかり見てるとどうしてもたくさん来てるからなんか経済がどうだとかあらとか言うわけですけど、うん、中身の質もあるんでねこれだって。うーん、人のね。だからまあ今のドルも円もちょっとね新しいものに変わっていくやろうけど単価自体は上がっていくような形だからサージですよね。一回旅行来た時に、うん、もうそのなんていうかな、うん、一泊本当30万円、40万円、50万円とか、それ以上が も出てくると思う、いっぱい。それが高級リゾートじゃなくても、民家で、民家をちょっと改装したようなやつでもな。出てくると思うよ。だから、食事にしても、その、本当の、その、なんていうかな、美味しさっていうか、自然農法とか。で、魚介類にしても、本当の、なんていうかな、味を味わうみたいな。そういう形になっていくわ。それはだから一流の料理人がどうとかこうとかっていう話じゃないと思うわ。みんな本来の持つ旅と求めてますからね。やっぱりね。本来我々がそのなんていうかな、この忘れてる自然の中にあるものをこう、うん、なんて言ったらいいかな、そのありのままっていうかな。うん、ありのままを提供するってことです。ね、そうそう、そんな感じになるんちゃうかな、うん、だから嫌な人は嫌な人でそこ来えへんやろしな、そういうのが好きな人っていうのも世の中いっぱいいるんで、言ったってやっぱり70億人いるわけですからね、世界は。で、これからアフリカも豊かになっていきますからね、うん、でもインドの人も豊かになっていくし、ね、うん、まあだからこう考え、まあなあ、こう考えていくと、まあ僕もあんまり外国行く気もあんまないし、みたいな、行き過ぎたからね。ああ、もう日本でいいかなって感じですか。俺も多分普通の人の人生10回分ぐらいは外国ずっと。ああ、機械一周してますもんね、普通にね。もう行きたくないみたいな。もう日本が、もう日本の方が安全だったりとか、日本の方が過ごしやすいですからね、多分ね。いや、飛行機嫌いな、めんどくさいから。ああ、めんどくさいの。あ、ま、待たなあかんしな。あ、まあ、でも新幹線もそれ同じですよね、でもね。もう待たなあかんし、なんていうか、はい、移動するの大嫌いみたいな。はいはいはい。どこでもドア欲しいでしょって感じよね、それね。別にどこでもドアなんでしょうね、多分ね。どこでもドアあったら行きたいけども、本当は、ね、移動大嫌いみたいな人なんで。はいはい。大丈夫ですか、周りをいろいろ見られてますけど、なんかありました、周りなんか、いやいや、マリーナのスタッフさんがなんか声かけてくれたから、はいはいはい、みたいな。ああ。今日なんか話が全然あかんな。そうですね、今日はね。今日は雰囲気的にどうしようかなって感じだったんで、外でもないし、落ち着いてない、まっちゃん自身も落ち着いてないから大丈夫かなって感じですけど。はい。だからね、まあ、今回、このタイミングで、そうね、本当、地方再生っていうわけじゃ、ただね、田舎ってね、自治体あるでしょ、自治体。はいはいはい、あの村役所。じいちゃんおばあちゃんの。市役所とかな、ね。市役所で役場な。はいはい。古いんよ、体質が。考え方がね。田舎行きゃ行くほど古いんですよ、まだ。ガチガチなんですよ。要は守られてって、昔の、村のしきたりだったり、ルールだったりとか、そういったものですよね。だから外国人がいっぱい来て観光地は地方悪なるとかな、はい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 、土地は先祖代々のものですから売買するんじゃないとかないやいやいや、そうじゃないんだよ、なんかわけがわからない。まあただ本当今回はこれ自治体によってねものすごい差が出ると思うわ、うん、そういう積極的にその新しい時代を築き上げようとするような自治体と、はいはい、うん、そうじゃない自治体っていうので分かれていくし、で当然住む人もね、やっぱりもっと自由に動いていくようになるので、自治体によって決められていくみたいな、うん、まあね、若い子たちは特にいろいろとやろうとしてることは自由に動きたいけど、そこがなんかそういう会みたいな人たちに止められるなって意味ないですもんね、多分ね。だからどうかな、そのあんまりこの上から中央国っていうかな、そういうところから明確なルールとか、明確な指示的なもんがちょっと降りてきにくいと思うんですよ、この先、やっぱりね。あの国会議員も今、770人ぐらいおるのかな、あれも僕、おそらく3分の1ぐらいにはなると思ってるんで、未来はね、もうあと7、8年かな。はいはいはい、だからそうなると、公務員も今の3分の1でいいよねってなるよな、これ。
ちなみになんだろう、全然話変わっちゃいますけど、その、うん、さっきちょっと今日観光業とかの環境、観光についてのテーマじゃないですか。で、うん、他の、例えば観光業とかもやっぱり、なんか減ってはいくんですか、やっぱりもっと。その会社とか、そういう個人でやってるところ、さっきおっしゃいましたよね。例えば、個人でやってる観光だって、50万、60万、80万用意する観光もありますよとか、いろいろ言ってるんですけど、どうですかね、外国人がいっぱい来るじゃないですか、日本に来て、住む人も出てくる。そうすると、なんだ、逆にその、いっぱい来る分、そうです、住む人も増える分、やっぱり、観光業っていうのが増えていくのか、逆に減っていくのか、まっちゃん的にはどう見えてます？うん、あのね、要は結局、観光業っていうのも、まあ、免許制になっててね、はい、でも変な縛りがいっぱいあるわけよな。で、ありますね。まあ、ホテルが足らんかったら、うん、あれ、なんて言うて、なんかあってん、民泊？民泊、はいはい。あれもまあ、規制でいろいろこう、ね、うん、縛り上げてるわけよな。はい、でね、観光業とか、はい、あとまあその環境観光業とか運送業とか、はい、あとホテル業とか、はい、こういうのの垣根がもうなくなっているんじゃから、垣根がなくなってる、あ、垣根、うん、あ、うん、あるいは、ね、個人同士でも、個人同士でも、なるほど、やっぱ個人の人たちが何かを発信して外国人の人を受け入れるような形になっていったりとか、うん、要は分かりやすいのはエージェントですよ、はいはい、的なもんがもうどん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 もう不要になっていくんじゃ。あ、じゃあもう個人の力、各トレードレの力で発信力高めてやるしかないっていう時代になってきてるってことですよね。なると思う。だってこれ、うん、だって YouTube こうやって発信してるんでもね、観光的なものをこう発信したら、うん、日本語で我々がやってても向こう彼ら英語系の人なんで、これ英語に訳すのがすぐできるからね、今。そうですね。だから今なんてチャット GPT 使って、それを本の、あの、なんだ、この動画の内容を要約してくれますからね。内容を、ね、そうでしょ、はい、うん。だから、要は観光業がどうとか、ホテル業がどうとか、何々業がどうっていう垣根はもう限りなくなくなっていくと思うわ。分かりやすいのは個人になってくると思うわ。だからもう個人の力が、個人の力が、要は結果が左右されるから、個人個人の力はやっぱり貯めていかないといけないってことですよね。そうなってくる。だから自分のその思い通りの描いてるものっていうかな、その地方でもどこでもいいですが、はい、思い出、はい、描いてるものを作り上げていって、でそれを知ってもらって、こういうもので。はいはいはい。で、その、ただ旅行というイメージ、観光に来てもらうっていうイメージよりは、何かをこう、こういうものをちょっと学びたいとかな、そういうことを知りたかったみたいな人たちが訪れてきて、うんうんうん、あの不安になっていくってことですよ、その人、うん、個人の、うん、そんな感じちゃうかなと思うわ、うん、だからそのまとまってドンみたいな表に現れる経済指標みたいなもんでは出てきにくいと思うんですよ、バラバラになってる状態。まっちゃんは、もしまっちゃんだったら、例えば、まあ、YouTube とか、TikTok とか、そういうの使って人を呼ぶのも一つあれですけど、まあ、それだけだと、やっぱり当たりが出るのに時間かかるじゃないですか。で、お問い合わせ来るまで時間かかるじゃないですか。まっちゃんが今何も持ってない状態だったら、で、観光業をやるとしたら、どうやってその、なんだ、お客さん、要はリアルな海外のお客さんを捕まえに行きます？その、そっちの、なんだ、外国人が集まるところに行くのか、それともまた違った別水準で、お客さん集めることか、もしまっちゃんであればどうします？これまあ商売の話で前にアイちゃんに話したんかなと思うんやけど、はい、要はね、その要はマーケットですわな、いわゆる、ね、前車の中で言ってました、ね、でそのマーケットがあるから何をしましょうみたいな考え方をすると間違うんですよ。これがね、だいたい間違える失敗のことなんですよ。はいはいはい。でね、そうじゃなくて、はい、自分が持ってる感性的なもんってあるでしょ、ね、自分が住みたいとことか自分がやりたいことってあるでしょ、ありますね、はい、それをまずやるんですよ、うん、でそれをやって自分が楽しいからちょっとなんかこう広めてみようかなっていうぐらいでこう伝えてたら勝手に集まってくるみたいな、そんな感じですよ、はいはいはい、だから自分が興味関心ってワクワクドキドキすることは伝染されていくってことですよね。だからね、これからの時代って、うん、その、うん、世界中そうなんですけど、商品とか観光もそうなんですよ。はい、いわゆる商品ですよ。はい、観光もな、これな、はいはい。押し売りされるのって嫌な時代ってなるんですよ。そうなってるんよ。そうですね。それはそうでしょう。うん、押し売りじゃなくて、
うん、カスタマー、お客の側からそれを探すっていう時代なんですよ、もう。そのニッチなものを。心地よいものをね、なるほどね、うん。そうそう、極めてニッチなものを探すっていう時代なんですよ。うん、だから、そのニッチなものを見つけてもらうのは簡単な時代なんだ。ニッチであればニッチであるほど引っかかりやすいんですよ、要は。はいはい、はい。パイはちっちゃいよ。パイはちっちゃいけど、見てる人にはそこズバッて刺さるわけよね。はい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 、はい。だこういうことをやっていかないと、だからそれはね、狙ってやるんじゃないぞ。自分の持ってる感性で自分が好きだから、うん、自分がそこで生きてて居心地ええとか楽しいと思ってるから、うん、みんながそれも、ああ、なぜなしにそういうものを求めてる人もいたのね、みたいな感じだ。要はみんなが楽しければいいってことですよね。自分、だから自分が、自分自身が一番楽しむのかな。自分、自分。そう、じゃあ、まずは自分ですから。そうですよね。あと、この動画を見てる人もそうですけど、結局観光業の兄とかが日本人が外国人にいっぱい来ますっていう話で今日テーマ話してますけど、結局それによってそのビジネスとかをね、するときには、自分も楽しまないといけないってことですね、まずね、大前提にね。当たり前じゃないですか。だから、その、観光客を狙って、観光客を狙ってこのマーケットがあるからこういうもん作ってこういうもんやってこういうことやっていこうってなったら面白くもなんともないし、うん、それただの何ていうかな、今までのやってることと一緒じゃないですか、それやったら。じゃなくて、はい、で、うん、万が一お客な、いや万が一お客なんか誰も来てもらわんでと、自分が楽しいと、はいはいはい、で自分がこういう、はいはい、なんていうかな、こういう民宿古い家買い取って、はいはいはい、なんかいろんなことやっていくわけやん、色りつけてみたり、ああ、そうですね、そうですね、そうですね、自分でやったりな、うん、まあ業者さんにやってもらうでもええけど、はいはい、で自分がこれすごい素晴らしいなと思ってるから、うん、まあ皆さんにちょっとお裾分けしてあげようかぐらいの感じですよ。うん、まあ、でもそれすべてがいいですよ。自分がいいもってものは、いや、相手に触りますもんね、それがね。だから、何でもそうなんですけど、先にマネーとか売り上げを追いかけるような思考になるから、全部おかしいんですよ、言ってる。だから、つまらないものになるし、お客、さすがお客の側からしても見え見えになるもんよな、そういうのって。わかる？言ってんの。わかります、わかります。ただ、観光客っていうか、お客さんの大多数の、まあ、大体8割ぐらいはそういうお客が多いやろうけど、はい、そういうお客さんとある意味関わったって、そんな未来はないと。ただ単に来てるだけみたいな感じなんでね。うん、だから、そうじゃなくて、本当のそのフレン、友達になれるというかな、はい、そういう付き合いをしていかなあかん時代だと思うよ、観光客ともやっぱ。うん、そうですね、人間の付き合いっていうかな、やっぱり自分がワクワクドキドキしないといけないから、その周りを気にせずに自分がやりたいことをとことんやれって話です、やっぱりね。でそういうことですよ。だから自分がいいなと思って何ていうか作り上げたとか、その場所を開拓したとかな、いい、ね、うん、うん、そういう、その例えばお客さんが来たらそのパッケージの中でこれもしてあげよう、あれもしてあげようっていうようなことを組み上げていくと、はい、そのよそのそのなんていうかな、はい、業界、よその会社とか、よそのホテルはこれ、はい、よそのリゾートはこれぐらいの金額だからこれだみたいな、これもうないわけよ。うん、もういくらでもないわけでしょ。はいはい。いや、私もめんどくさいから1年に、3区、1年に5組しか受け入れませんとかな。いいですね、本当に。だから、本当に小さい中でも、その中でも、本当に濃いお客さんであれば、それでいいですね、そうですよね。1年に5組しか受け付けません。その代わり30日泊まってくださいみたいなやつとか。はいはいはい。それ以下はお断りします。だから、はい、なんとでもできるわけですよ。言い方、やり方はね。そうですよね。うん、はい、それをあまりにもその通貨をふんだんにかけてね、はいはいはい、規模的なものを大きくしてしまうと立ち止まれんようになるし、面白くもなんともない、ただの箱みたいなものになってまうんで。結局自分がワクワクドキドキしなくなっちゃうからね。結局、やる本人が楽しくって、これ別にお客さん来なくても、一人全然できれば楽しいわって思うのが一番ベストですもんね。そうです。だからそれを言う、自分が住んで生活したい場所とか、はい、そういうところっていうのは、多分一回作ると一回だけじゃないと思うんですよ。また次のとこ行って、また作ると。はいはい、はい。で、また次のとこ行って、また作るみたいな。はいはいはい、これ誰か任せますから、やっといて、みたいな。いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。そんな感じ違うんかな。だから、うん、僕なんかやりたいなと思ってるのは、そういうもん作って、次の若い人たちに譲るっていうのやってきたから。ああ、いいですね。うん、募集して、うん、夫婦で来るとかな。はいはい、私、ここでこんなやりたいですって言ったら、いや、譲りますからやりますか、みたいな。はいはい、いいですね、いいですね。うん、そういう感じ、ヤドカリ作戦みたいな。なんかそんな感じかな。ね、どん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 ネットワークつながってきますよね。うん。うん、と思うな、多分な。
結構でもそれはありだと思いますよ。うん。ありだし、絶対それはうまく実現可能だってことなので、いいかなってのは思いますね、めっちゃね。うん、だからそんな一つ何かを作ったから ドバーッと客が来てドバーッと来て、ね、また何かがあってこ突然経営になってみたいな、そういう不安定的な不安定なやつじゃなくてね、うんうん、そのじわ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 増えていくと、うん、で物の分かった人だけ、物の分かった観光、物の分かったお客さんっていうかな、それと付き合いしていくっていう、うん、そういう感じだと思うよ。だから三極化ぐらいしていくんちゃうかな、全てが、何もかもが全部が、うん、外国人と日本人の出会いもそうですよ、三極化ぐらいしていくと思うわ。はいはい、いいですね、めっちゃね、分かれていくんやと思うわ、うん、はいはい、分かれていくか、なるほどね、はいはいはい、うん、言葉通じんかっても似たような人はそっち集まってるし、うん、そういう旅行に行ってると、はいはいはい、そうじゃない、もっと本質的なものを見つめてる人は日本人も外国人もそこへ集まっていくと。結局海外の人もなんで日本が来るかって、日本でなんかとことんなんかところなんかやるとまた新しい発見ができるからね、みんな日本に来てるわけだし、うん、まあここから、まあ、何回もお話この動画でやってるけど、テーマは本当食、食べ物ね、はい、食とか健康っていうことですよ、これが本当大テーマなんですよ、はい、はいはい、健康は絶対大テーマですね、うん、はい、食と健康が大テーマになるんでね、まあこれも、はい、まあ日本の中でもまあ変なもんまだね、うん、添加物、アホみたいな添加物とか農薬とか肥料とかね、で抗がん剤打ってがん保険入る、がん保険入って抗がん剤打つみたいなわけのわからんことやってるけど、これ世界中一緒なんで、はい、うん、これがもうやめるっていう世界行きますからね、次はね、うん、だから本当、ね、うん、本当のその自然の食べ物とか海の魚介類とかな、うん、はい、もう変な食べ物にものすごくこれから神経使う時代になってくると思いますよ、やっぱ、うん、だから医療とか食っていうのもこれからやっぱ日本が引っ張っていく形になるっていうのは、やっぱりもうちょっと、あ、どう言ったらいいかな、本当の自然的な恵みの中から何かをこのエネルギーを得るみたいな、そのエネルギーの得方、エネルギーの得方やと思うんですよね、これをどう、ここやと思うわ、テーマは、うん、自然のエネルギーをどうやって自分たち に自分の自分にこう得ていくかみたいな、吸収していくか、まあ、でもこれ言葉で できしょうがないな、これでもさあれですよ、僕の中でそのエネルギーを得るって、まずそれを自覚をすること、エネルギーを受け取ろうというために開けるじゃないですか。心って言っても、うん、その体もそうなんですけど、見えない壁をね、こう、ぐーっと開けないといけないです。見えない壁をこう、ぎゅっとね。ただ、開けるためには、その人の意思じゃないですか。うん、自分の方からエネルギー受け取るよって意識をしないとではできないから、まずそこからじゃないですか。そう。うん。だからまあ、分かりやすいと、今までってどっちかって言ったら、閉ざされた宇宙っていうかな。そうそうそう、だから世の中みんなこれ閉ざして、前に壁がいる状態で、それで生活していってる状態だったじゃないですか。でも、その壁がもう、その壁すらもう邪魔になるというか、逆にある方が不利になっていく時代にはなってきてるから。うん、そう、だからそれね、閉ざしてたっていうのは、学問とか。まあもちろんそうですよね。仕組みだったりとか。うん、権威とかな。うん、そうそうで、そこにあったルール、法律ね、うんうんうん、でそこにくっついてた後通貨、はいはい、これが世界宇宙を閉ざしとったわけよな、うん、そうですね、これシャッターみたいな見えない壁がビューってなってましたね、そうそう、だから本当は地球は丸くないんじゃないでしょうかとかあの お月さんっていうのはあれ宇宙船じゃないのとかな、はいはいはい、で通貨ってそもそも何の意味もなかったよねとか、はいはいはい、そうでしょ、で医療に関しても西洋医療ってろくでもなかったわねとか、ワクチンも、まあ、常識、いわゆる常識、だから、ね、これ今までのが180度完全にひっくり返るわけよ、これ、はい、だから学校の勉強の歴史って何だったのとかな、はい、であとは算数、小学生の算数 1+1=2 ってそんなはずないよねって、そんなはずないよねって分かるよね、わかりますね、うん、1と1が2にならないじゃないですか、1と1はある意味無限ですよね、人の世界でいくと、うん、だから 0×0 は0ですねって、そんなはずないよねみたいなね、これも無限よねとかね、うん、だって集まるからね、180度全部がひっくり返るわけよ、今回は。はいはいはい、そうですね。うん、面白い世界になるわけよ、これ。面白い世界だから、それはもう一つの観光によって、最後にもうね、12時迎えるんであれですけど、時間経つのであれですけど、その、町は今船に買って乗ってるじゃない、クルーズね、新しいのね。で、これからその船は観光に使うんですよね。いや、使うんですよね。だから、
あんま、その、うん、そこなんですよ。だからね、はい、それを大前提にしてると面白くないんですよ。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。だから、それを商売にしようとか、はい、いや、やるとやらないといけないってなるんですよ。なんでもそうなんですよ。なるほどね。なるほどね。はいはい、はい。で、俺、やらないといけないっての嫌いなの。なるほど。気が向いたときはしてあげるよとか。あ、気が向いたときにやるけど、でもまあ、でもこれはただ遊びだが持ってるよみたいな感覚なんですね。まあ、ただね、まあ、日本でもここ大阪のほうなんで魚はそんないいもん釣れないですけど、はい、まあ僕友達外国人がおるんでちょっと声出たらすぐみんな飛んでくるやろうけど、まあめんどくさいなみたいな、うん、だからもっとね肩の力抜いて気まま、うん、気ままっていうか気の向くままみたいなぐらいでいいと思うよ、うん、もうそんな確かにね、自分が好きな時にそのクルーザー使ってなんかやりてえな、この自由に自分のやりてえことをやりてえなっていう感じですよね、うん、ただこれをボート大きいんでね、はい、一人で動かすの大変だよこれ。あららら友達募集するから来てみたいな感じで、ね、みんな来てみたいな。だからこれね、じゃあこれね、冗談抜きでこのボートね、一人で動かすの結構大変なんですよ、でかすぎて。あ、だから、うん、あの外国人で今、ベトナムの人とか、バングラディッシュの人とか、日本入ってきてるでしょ。ああいう人、ちょっと声かけてね、2、3人クルー募集しようかな。あ、いいじゃないですか、そのクルー募集して。みんな言われるって感じで、冗談抜きでね。そう、冗談抜きでクルー募集みたいな。はいはいはい、うん、だから お給料上げる、あ、払うからちゃんと食う、俺の手伝いしろみたいな。あ、いいじゃないですか。いや、本当働けと。コンビニなんかでよく働いてるやんか。はいはい、ああいう人、ちょっと声かけようかなと思って、ちょっとおいでって言って。いいですね。時給制で働くからおいでみたいな感じです。いやいや、時給じゃなしに、まあ、住むとこもうちの家、今、ね、息子、大学で、はい、長野県の方行ってるんでね。はいはいはい、お部屋も2つ3つ余ってるから、いや、住んでいいよ、みたいな。積み込みでって。泊まり込みの積み込みで働けと。泊まり込みで働いてもらって、はい、まあ、ボートも免許だけ取ったら自由に使っていいから、みたいな。あ、それいいね。それだけいいな、そのボート。で、そういうふうにすると、そういう人たちと今度またつながりができた。その人たちがまた お客呼んできたり、なんかいろんなと、うん、知り合い呼んできたり、そういうことになっていくわけよ。こういうのが広がっていくわけよ。だから、あれですね。じゃあ、面白い海外の友達、今度行かせますと。あんまりだから、なんていう、商売したら、また、うん、なんていう、広がりがないっていうかな。うん。やっぱり前提は商売じゃないんですよね。ビジネスでもないんですよ。うん、前提はやっぱり楽しむことなんですよ、やっぱりね。楽しむ、自分が楽しむことと、それをやると、今度みんな、はい、知らん人にも楽しんでもらおうと今思ったように、うん、知らん外国人まで呼んできて何かするとか、うん、だからそういう感覚の方が大事なんですよ。なるほどね、感覚がね、なるほど、重要だ。じゃないと今までその形と場所だけは今までとは変わったけども、中身は何だ変わってないってことなのかな、はい、うん、でこういう人のつながりが新しいもの出てくると中身まで変わっていくと、うん、新しいものってだからそうするとどんどん価格変化でこうなんで組み合わせていくといいものがどんどん出来上がってくるところですよね、うん、だからね、観光客をそのから商売するとか、ああじゃあこうじゃって変な考え方じゃなしに、今日本にこうなんていうかな、その一時的にも住んでる外国人とちょっと関わってみるのって結構ええと思うよ、意外と。うん、意外となんかほったらかされてるやんか。そうですね。まあ、能力あるんですよね。すごく頭がいいんですよね、みんなね。外国の人は外国の人だけで固まってるでしょ、今。そう。ああじゃなくてね、声かけて、ちょっと僕の友達になれへん、はい、みたいな。はい。いいじゃない。なんですか、なんでって言われて、いや、ちょっとやってほしいことがあるけど、みたいな。スカウト。全然いいと思いますよ、それ。ぜひ、それは。ある意味、外国人より俺の方が外国人みたいな。こいつ何や、みたいな。こいつ何やっていうふうにドン引きされるかもしれないですね。はい、まあ俺、僕の友達に外国の人には、お前外国人じゃない、お前は日本の人じゃないって言われてるから、俺いつも。お前変わってる。まあ、いや、まあまあ、日本人じゃないからこそ、まっちゃん面白いですよね。まあ僕の前ね、中国人にも押されられてるからね。そうなんだ。ツタニは6でもないとか言って。6でもない。いやいやいや、あんま変なことしたらすぐ詰められるみたいな。ああ、要は。そのよく見て人を見てるってことでしょ、まっちゃんの。見てる、連中を見てるよ。よく人の行動パターンを見てるんでしょ、この人がどういうふうに。こいつはバカにしてもいけるやつか、あかんやつか、相手、あいつはよう見てるから。ああ、だからこあの逆に敵にしちゃいけないっていう感じにね。まあだからね、
本当ね、観光客というより日本に今住んでる、これからもっと増えていく、住んでいく外国人と関わることの方が俺大事だと思うわ。うん、なるほどね。多分そっちからの方がいろんなことがこう広がっていくような気がするな。やっぱりね、世界は舞台、まあ舞台という舞台は世界ですから。やっぱ世界に対してこうね、自由に心を開いてやっていくってことですよね。そうそう。で、まあ、来月、再来月かな、はいはい、台湾のホームステイの若い子がうちの家来んだよな、半年ぐらい。はあ、そうなの19歳かな、うん、おもろ、うん、ホームステイ、ホームステイもうち受け入れます、みたいな。そんないつ受け入れて、そんな手続きやったんですか、面白いですね。そうそう。台湾の子、台湾の子。台湾の19歳から男の子な。はい、いいですね、日本語学校通うらしいよ。まあ、その子もちょっとコキ使ったろうかな、思ったりし。面白い、いいね。台湾、まあ、台湾こういう感覚がよ、愛ちゃん言ってんの。あ、うん、台湾の子をホームステイさせる、うん、どういう経由でホームステイさせるようになったんですか。いや、そのホームステイを受け入れてくださいっていう会社があるわけ。ああ、そこに登録してんのよ、僕。あ、で、登録してるんだ。へえ。その、例えば大阪やったら大阪、名古屋やったら名古屋、東京やったら東京、そこのホームステイの向こうの人たちが通う学校のエリアってあるわけな。あ、そこのエリアにかなう受け入れを登録してる人たちに連絡が来るわけ。あんたどこ受けてもらえませんかみたいな。はい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 。で、手あげ、はいはい、私しますみたいな感じよ。またその時になった情報、逆にその子もちょっとたまには話してみたいわ。ああ、この YouTube 出そうか、引っ張り出して。引っ張ってきてくださいわ。いや、なんか片言でもいいので、ちょっと面白いっすね。それなんかエンタメ的に面白いっすね。うん、すごいよ。ちょっと、まっちゃんの、その子に言いたいのは、まっちゃんの姿勢方、ちょっとカメラ向けて撮影しといてよろしくって感じでお願いします、本当に。まだね、うん。いいね、まあ観光業、今日そういうような商売の話はやったけど、結局ね、こういう自由さですよ、やっぱり。ああ、やっぱりなんだろう、型にはまんない自由さがやっぱり面白い話になるから、ワクワクしますね、やっぱりね。自由さとか柔軟さっていうかな。で、まあ、なんかそら、悪いことも起こるかもしれないよな、その悪いやつやったら。でもまあ、それもひっくるめて、まあ、ええかぐらいの感覚でおればね。ああ、まあ、また先は開けていくっていう感じですよ。なるほど、すげえわ、おもろいわ。うん、そんな、そういう話ですよ、つまりはな。だから、そういうことだね。最後になるけど、なんかしらんけど、前に商売とか金儲けが来るからみんなおかしいんですよ。ああ。だからこれ、この動画で毎回同じテーマで言ってんねんけど、それをやってる限りは、そのうまくいこうがいこまいがしんどくなるんですよ。はいはい、目的がそこやから。で、目的が違う目的で遊びっぽくでやってたらね、まあなんかなんかそうなっちゃったねみたいな。だからもうやっぱり最終的に自分の心が踊るようなワクワクドキドキする仕事をしたいっていう感じでいいんですよね、やっぱりね。まあワクワクドキドキもせやけど、外国人ちょっといっぱい家に集めてみようかみたいな。俺うちの家いっぱいになってるかも。そのうち奥さん怒るだろうな。また奥さん怒るだろうけど、奥さんがよく、でも、本さんもホームステイのことを受け入れるんですね。面白いな。ああ、冗談の奥さん大好きな、それ。あ、そういうこと逆に好きなんだ。大好き、大好き、大好き。もう、ウェルカム。いっぱい来て、みたいな。変わった奥様、逆に。晩ご飯賑やかでいいよね、いっぱいおったら、みたいな。いや、逆に変わってるね、奥さん。うちの上、ほんとあと3年後ぐらい、なんか、多国籍、人たちが4、5人のホームステイの子が来たら、一度だけ大阪市に遊びに行こう。その子に会ってみたいわ。話してみたいわ。いや、ご飯5、6人で食べてたにぎやかでいいよね。いや、楽しい。いや、それは楽しいし、ちょっと会ってみたい。どういう子なのか、ホームステイ。日本語学校で日本語わかるんでしょ。男の子なんですか、女の子なんですか。男の子。おー、いいですね、いいですね。今回はね。いいですね。うん、で、まあ、その子が半年で帰って、また次の子が。次の国違うところの子を受け入れてみたりとかな。いいっすね。それを繰り返す予定なんですか。半年間ホームステイって、やっぱりそういう違う国から来て、日本語もろくにできない日本語学校から始めるような子からしたらね、やっぱ思い出はすごいんですよ、一生のうちでも。そうだよね。
うん、1週間のホームステイって半年やからね。だってうち逆にその海外のね、その今一緒に仕事をやってる子なんていうのは逆に海外生まれと海外子だって逆をやろうとしてますね。やっぱりオーストラリアに移住するらしいんですよ。で、オーストラリアに移住してそこで逆にホームステイみたいなことしたいとか自分で言ってますからね。うん、日本人をそこに迎え入れたいって言ってますからね。面白いな。だから俺も世界のね、そういう若い子たちにね、うん、そういうふうに入れ替わりとあの入れ替わり入れ替わりそういうホームステイみたいなので来てもらってね、はい、その子たち日本のパパって呼ばれたいみたいな俺日本にパパがいますみたいな俺が死んで葬式の時は外国からいっぱい若い子が集まるみたいなでもいやなんかやっぱりまっちゃんらしくていいわ、楽しいわ、エンタメだわ俺が死んだ葬式の時外国人いっぱいおるみたいな、はいはい、いいっすね。そういうのってよくない？超いいじゃないですか。超いいじゃないですか。超いいじゃないですか。もう、今の話は超いいって、グッド、ベリーグッドですよ。これを目指すわ、じゃあ。ベリーグッドですよ。楽しいじゃないですか。なるほど。まあ、そんな感じちゃうかな。そんな感じが。はい。今日観光のテーマというのはそういうことですね。はい、まあ、だから観光というよりは、もう自分の個人のそういう視野広げてね、はいはい、関わり合うことって今簡単よ言ったようになはいはい、うん、それ難しい何でもないホームステイ受けるぐらいかな。本当だね、ちょっとだけの話だからね、本当にねみんないろんなこと、うちの家狭いからあかんとかな、はい、風呂がちっちゃいからとか、トイレウォシュレットついてないからとか、わけのわからん、そんなのやめて、別にねえ、そのちょっとそういうのと知り、そういうなんていうかな、新しい家族みたい、うん、それを受け入れようよみたいなの面白いよ、これ面白いですね、はい、本当面白いと思うよ、素晴らしいと思います、はい、なまあ逆に言うたら日本にその子がずっとおんのやったらね、台湾料理の店出させてあげるとかな、やりますね、そうですね、確かに、でベトナム語でお前ベトナム料理屋やれとかなやりますね、またうまいな俺が店作ったらお前やれめっちゃうまいな、だったわいいよ、そういうところ好きだわ、やっぱり俺が毎日順番に食いに行くからそれやりたいでしょ、まっちゃん、最終的に、えやりたいでしょ、まっちゃん、そういうことやりたい、やりたい、だからそれ、ね、お前ベトナム料理や、お前台湾料理や自分がやりたい、やりたいことを現実にはい、わかりましたうちの娘は娘でね、堀市なんでね、堀市店出させたのかなでか、あれさ、よく親悲しまなかったっすね、堀市のこの動画で言ったっけ、うちの娘堀市って、まだ言ってなかったっ、言ってないよ、言ってないっすよ、見てみると何の堀市、堀市って言ったら、もうここに掘る堀市ですよ、映画でいう、役の映画である堀市ですよ16歳で堀市の店長みたいな、あ、まあ、16歳で堀市の店長で、で来年もう1店舗と。でね、本人ね、面白いこと言っとった、私もう18歳過ぎたら、外国に出店したいねんって、自分のお店、堀市の。いや、面白いなと思うよ。うん、でも、なんか、なんだろう、お母さんにとってはショックでしょうねと思いました。これ見てるか、このおっさんの娘、なんや、これ、みたいな。堀市って、みたいな。堀市で笑ってるお父さん、そう見ないですからね。本当にね、ただうちの娘手と足掘りもんだらけみたいな、でもそれだけ覚悟を決めてやってるんでしょ、自分の人生変えたかったんでしょ、多分覚悟ってよほどのことじゃないよ、もう今時代がね、やっぱりね、だからまあまあそんなもっと自由でね、ただやっぱりなんていうのかな、うん、その自分で一人で何かお店を出してもやれるっていう思いっていうか、その自信持ったっていうのはいいことやと思う。何でもいいと思う、俺、はっきり言って、これ。うん。うん、もう本当の何でもいいと思う、皆さんもそうやけどな。でも相当な覚悟なければね、ああいう堀市になって自分の体掘ってね、店長になるとは言わないっすよ。本当に。人気らしいよ、堀、タトゥー。はい。お父さん、やったのかっていうか、依頼な、それだけやめてくれ。それは嫌だっつったな。俺も嫌だわ、うん、でもそれを認めてるお父さんとお母さんがいるっていうのは、僕は逆に親として尊敬しますよ。
まあまあな、まあ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 、それは、うん、最初からそうじゃないけどな、だん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 我々の脳も新しく書き換えられていってるっていうだけの話ですよ。うん、でも、うん、本当にそこは親としても、親仲間としても尊敬しますわ。だから今日ね、この動画の最後になるけどね、まあこれ見てる人、お子さんとかな、はい、まだ子育て中の人なんかも結構おったりすると思うねんな、子供の教育とか考えてる人。はい、で、ね、今うちの娘の話したけど、女の子で16歳で堀市って言ったけど、はい、まあ、見てるから人たちはとんでもないと思ってる人もおると思うねんな、うんうん、でもそれでもしっかり生きていけるわけですからね。でもそんなだからね、勉強勉強勉強偏差値偏差値ってね、悩まんかってもね、ほっとったらうまいこといくんよ大体。だ、一番大事なのはやっぱ信じて任せるってことですよ。そうですね、やっぱり一番大事なのは、うんうん、これが一番難しいことやと思う、親にとってはな。うん、うん、黙ってもう信じて任せると。そうですね、これが教育の全てですよ多分。多分ね、そうね、うん、あとはどうにかなる、どうにかしてくるわ本人が。やっぱ、うん、彼女たちは信じるしかないね。 で、やっぱ囲いの中入れて何かルールの中で何かやらすと、はい、責任はその学校の先生とか親とかその決めた方に責任を持ってくるのよ、やっぱりどうしても思って、はい、うんうんうん、だから自分で決めて自分でやって自分で泳いでいくっていうことは自分で責任取らなあかんってやっぱり自覚するしてるしな、はい、子供も、はいはい、それがやっぱり唯一の教育やと思うよ本当の。そうね、うん、本当そう思います、うん、はい、そういうことやと思います。で、はい、まあ今までの時代と違ってもうね、今これから学歴な、今も学歴社会なんかなくなってるけど、はい、経験するのやと早ければ早い方がいいと思うよやっぱ、はい、うん、早く早くやっぱそういうこと経験させてあげて、やっぱり地に足つけて一人で立たせてあげると。で、今度お父さんお母さんがその子のためになんかお店作るとかな、会社作ってあげるとか、こんな面白いことないでしょ。だって面白いことかない、面白いでしょ、面白い、まあ、会社やれ自分でみたいな、面白い、うん、自分の息子にもやってほしいもん。こういう時代ですよ、本当。はい、うん。お前これ得意、好きやと。で、あの、やれんじゃなしにね、やろうと思ってると。で、お店どっかでやろうと思ってるって言ったら、ちょっと手伝ったのかとかな。うん、手段関係なく、うん、とにかく面白いんだったらいいと思いますよ。そういうことですよ。はい、うん、だから、もう、業種がどうとか、観光業の話やってから、そんな垣根がなくなるから、これから。はい。はい、あ、個人ですよ、浮かび上がるのは、大事なのは。うん。うん、肩書きでも会社でも何でもない、もう個人が光る時代ですよ。こういうのが、これが新しい時代なんで。うん、だから、何でもいいんで、全てを受け入れて前向いていきましょうっていうことで、中でやってみるってことですよな。うん、そうよ、もう55歳のこのおっさんがホームステイの子を受け入れたりなんかやろうとしてんねんから。これはかっこいいと思います。すげえと思いますよ。はい、まあ、そんな感じですよ、今日の話は。はい、わかりました。船の中、さむらってみたけど。寒い。あったかい格好して、風邪ひかないようにしてくださいね。外はとんでもなく暑いねんけど、これみたいな。中は寒い。おお、いいですね。外は突拍子もなく暑いねんけど、はい、船の中めっちゃ寒い、ね。まさかの。外はこんな感じですからね。わあ、素晴らしい。もう本当に今度はリアルで遊びに行こう。外はカンカン照りですけど、はい、みたいな。はい、はい、まあそんな感じで今日はこれで。はい、ありがとうございました。また。さよなら。バイバイ。